なんだろうな、時代時代にこうふわ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 してていいのかなと思ってて、多分企業としてやってないから楽しくやってんだと思う。サンプルチェックですね。お願いします。すいません、ちょっとちょうど時間があって、なんか本当ですか？クッキー買ってきました。2枚。確定の日付ってとこまだ決まってないんでっていう形で、はい、もうこういうの発売しますよっていう。で、今回作ってるのがアパレルとアイディア段階ではあるんですけど、プロダクトはそもそもの始まりのきっかけは私アレンジの動画を撮ってたんですけど、それで使ってたかんざしを作ってる社長さん、工場の社長さんが多分その動画を見てくれて、でそれで声をかけてくれたのがきっかけで作り始めました。0から1を作るのが得意な人、なんかないものを作りたいなんて思う方が多いので、でも逆に多分1を10にする人、するのが得意な人も多分多いと思うので、なんかまあそれがこう手を組んだら多分ちょうど私の、なんだろう、その私は0から1で、多分工場の方が1から10なんです。でちょうどそれが相まってちょうど良かったみたいな。かわいい。一枚の。かわいい。ひょっこり。やっぱ艶出ますね。そうなんです。可愛いけどね。そうです、なんか普通に着てて可愛いなと思いました。着替えて、はい、じゃあ着ていきます。ご案内します。中でバッグが。ああ。でも趣味みたいなもんなんですよ。趣味の延長線上なんで。なんかあんまり苦で考えてないかもしれないです。割となんか自分が欲しくてただ作ってるだけで、それを皆さんが多分欲しいって言ってくれる方にこう買ってもらってるって感じなので、なんか本当自分が欲しいものをただ作ってるみたいな感覚です。多分企業としてやってないから楽しくやってんだと思います。刺繍かわいいよね。なんかこの文字もさ、はい、ちょっとなんか違ういいのがあればな、ひらめきインスピレーションみたいなのを違う言葉で、いやどうしようこの文章。英語でご質問があって、ここに入れる文字をちょっと今考えてて、はいはいはい、いいみたいな言葉ありますかね。ひらめきっていう言葉みたいな、なんか元々がこれがこのフットのあずいが書いてたメモ帳なんです。あ、はい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 、お聞きしました。はい、なんかそれがそれを表すような文章というか、超無茶ぶりを5分ぐらい考えていいですか？あ、全然なんかいい感じになった。一応来たのは、カムイン・マイ・おお、全然あれじゃない、インスピレーションとかいいね。さすがだね。さすがですね。なんかいいのありました？でもなんか全部いい感じです。なんかフラッシュとかもね、可愛いよね。フラッシュ、そうですね、うん、いや思いつかんわそれは。すごい、すごい。はいはい、大きさ多分これぐらいでいいんだと思う。そんなにフォロワーがいるわけじゃなくて、そうですね、忙しく、なんか美容以外のお仕事もいただくようになって、なんかフリーランス
でやってるので、そこは強みなのかなと思います。断ることもあります。ブランディングじゃないですけど、なんかそこの軸はぶれちゃいけないかなとは思うんで、そうですね、一応お仕事はちゃんと自分でやりたいお仕事をさせてもらうようにしてます。なんだろうな、時代時代にこうふわふわしてていいのかなと思ってて、そこ多分固めちゃうともう仕事として捉えちゃうから、なんかこうつまずいたりとかすると思うんですけど、その時のなんかもう直感で結構感性で作っていきたいなっていう感じなので、なんかその辺もあんまり定めてないです。結構もう生まれながらの直感型タイプなので、なんでしょう、あんまり意識したことはないんですけど、なんかアンテナは張るようにはしてるんだと思います、多分。そんな感じですか。はい、一旦ちょっと、もうそれはもうダントツにつけ心地と、多分そもそものああいうコームって多分まっすぐ作られてて、刺すためのものじゃなかったので、それはまあ日本人がそのすごいアフリカの方みたいにこうすごい癖があったりとか、パーマヘアとかがそうアフロみたいな、そういうのを解くためのああいう大きいコームで、もともとはそういう用途で作られたものを、私はなんか刺してる人を見かけて可愛いなと思ったのがきっかけで、だったら刺す用を、まあ、日本の職人さんに頭の形に沿うように作ってもらえたらいいなと思って始めたので、そこが売りかなと。あんまり出て、本当たまに出てきます、私のインスタに。しっかり載ったのは多分2回ぐらい、結婚しましたの報告の時です。いいかなみたいな、なんか需要、それこそ需要ないかなと思って。どこですか今日は。全然このように毎回カメラマンさんが撮ってくれます。いいように使われている。もうがっつり分担して、得意分野で分担してて、洗い物までが料理なんですけど、私料理担当で、あもう基本全部洗濯は。そうですね、逆にさせないぐらい。いや、なんかやらせてくれないんですよ。私が雑だから。なんか基本美容師ですけど、あの自分のことは髪の毛とかもすごい面倒くさくなってる。基本的に人のことはやるんですけどね。それこそもう旦那さんがもうとにかく今は動画だから動画を撮れと言って。それがきっかけですね。もう本当のきっかけはそれです。なんですかね。そうですね。やっぱまあ仕事に対する思いは、そうですね、尊敬してるかなとは思います。まあ、そこはなんか人として好きになったところでもあるかなとは思いますけどね。あとはまあ笑顔ですかね。停車駅は新宿三丁目。